アドミラブルは日本の競争馬。主なカチクラは2017年の青葉賞。2014年3月23日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。幼駒時代のアドミラブルについて後に管理する大人しい秀たは生まれてすぐに見た時から人イバになると思っていたんだよ。馬体が雄大でディープインパクトの子供らしく。 バネがある柔らかい走りをしていたねと振り返っている。ノーザンファーム空港牧場の R 級者での育成時代も評価は極めて高かった。同級者には後に対戦するスワーブリチャードもいた。9月25日の新馬戦で待つ若風馬を安城にデビューするが全くいいところがないまま10頭立ての9着と大敗する。その原因となった全名症の手術のため。 ノーザンファーム空港牧場へと戻された。喉の手術は成功し、本来の能力が発揮されるようになる。3月5日の未勝利戦で復帰すると、新馬からは一変した走りで圧勝。勝ち時計1分45秒8は、当日に同条件で行われたコバオープンの大阪城ステークスより1秒3も早かった。続く、アザレア賞でも交渉面から進出を開始すると、最後は、 余裕の手応えで三馬審査で勝利する。このレースからコンビを組んだミルコデムーロも、レース後、めちゃ強いですねと興奮気味に語った。単勝1.5倍の断然人気に押された青馬賞では、序盤は最後方に待機して徐々に進出を開始。直線では一気に先頭に踊り出て、最後は物見をしながらも2着ベストアプローチに2場審半差の完勝で重賞発制覇を飾った。 勝ち時計2分23秒6はレースレコードであった。迎えた東京優春では不利とされるオソット18番枠に入るが3連勝の内容が高く評価され、さ月き上位組を抑えて単勝1番人気に支持された。しかし、レースは極端な超スローペースとなり、後方から大外を回らされる苦しい展開となる。ラストは、 メンバー中最速の上がり3回33秒3の末足で猛然と追い込むも先に抜け出したレーデオロスワーブリチャードには及ばず3着に敗退した。秋は雪辱を期して神戸新聞杯から菊花賞に向かうプランが発表されていたが8月上旬に放牧先のノーザンファームで脚部不安を発症していることが判明。 同月16日に2018年秋の復帰を目指して休養に入ることが発表された。5月4日のメトロポリタンステークスで約2年ぶりの出走が予定されていたが、4月3日の立ットレ線内でのゲート練習中に腸骨を骨折。全治9ヶ月と診断され、復帰することなく10月27日に競争場登録を抹消され、引退後はイーストスタッドで、 タネボバとなる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。現役引退後は、北海道浦河町のイーストスタッドでタネボバとなる。ありがとうございます。